本日は7月28日に行われたスーパーライジンで朝倉未来に勝利した平本蓮がステロイドを使用していたとされる通話音声が流出し、ドーピングの疑惑が浮上している件について紹介します。8月20日の18時に復活の日本というアカウントが X にて、朝倉未来 vs 平本蓮、あの4万人を動員したスーパーライジンで平本蓮はバチバチのステロイドドーピングで試合してました。こちらが証拠の音声データになります。ポイントは腹に注射を打つとバレるからケツに打つことらしいです。ハッシュタグは捨て元蓮と、証拠の音声とともに平本蓮のドーピング疑惑を暴露しました。こちらがその音声です。あ、もしもし。あ、もしもし。あのさ、注射あったじゃん。あれ何のサイズだっけ。細いやつだよね、多分。細いやつですね、細いやつですね。お腹とかに刺すやつ。はい、それ、ケツに、はい、刺してやってました。あ、ケツ。あ、お腹じゃないんだ。なんかあの、お腹だと後出るから絶対ケツの方がいいって、それでケツに打ってました。あと、あの錠剤の捨て残ってるでしょ、まだ。あ、はい、残ってます。あれ飲み切った方がいいよ。次のサイトに行くとき、まあ使うか分かんないけど、次で飲み切っちゃって、でケアのさ、あのノルバーのやつ飲んでるでしょ。置いてください。あ、飲んでます。ああ、じゃあそれ飲んで、で、あとあの、明日注射の針と体のやつ持ってくんで、もう会議っていうかパーティーでやばすぎるでしょ、きっと。もう死ぬほど見てんじゃないの、あの映像。いや、もうめちゃくちゃ見てますね、もう。あの KO シーンを、何回も。何回も見ますね。俺はもう一人で、完全に捨本蓮だと思ってるんだけど。まあ、そんな感じで明日パパッとさっと渡していくんで。あ、はい、はい、すいません。あ、お願いします。はい。そしてこちらが平本蓮が使用したとされるものです。そして復活の日本は8月20日の20時に第2弾の平本蓮との通話音声を投稿しました。第2弾捨て本蓮、平本蓮は格闘技界のメンツを潰したので追放ですね。捨て本蓮が所属する合気会もドーピング知ってたんだろうな。武道は勝ち負けだけじゃないもんだろう。あんなでかい大会のスーパーライジンメインカードでドーピングはありえないだろう。最高の大会から最悪の大会に変わってしまったな。オリンピックのドーピング検査は大会前と後に尿検査と血液検査があり、ライジンは試合当日のランダムによる尿検査だけなので、やり方によってはドーピング使い放題。人生かけて格闘家をやってる人がかわいそう。ドーピングやっていたらナチュラルでは全くアンフェアである。そしてこちらが第2弾の通話音声です。もんちゃん元気。あれさ、あのケアのやつあるじゃん。はい。何ミリ入れてる。あ、いつからやる。もうやった方がいいっす。もうやった方がいいし、5個ちっちゃい瓶があるはずなんだけどね。注射器で注入して入れるって感じ。そう、中の水溶液を取って入れる感じかな。これ朝とか夜とか指定ありますか。ないね。でも俺はいつも朝に入れてた。あー、わかりました。これ鉄でも一緒で大丈夫です。一緒でいい感じで、で、前回サーブス使ってさ、効果あったじゃん。で、今、腱に痛めてんじゃん。あれ、治す薬もあんのよね。あ、マジで。腱っていうか、骨折なんで、骨だけなんです。あ、そうなんだ。骨折早くなるやつとか、もしあれば。オッケーオッケー。ちょっと、お願いしたいです。はい。あとなんか、めっちゃ炎上してるけど大丈夫そう。あ、全然いいです。あれ、バラさん知ってんでしょ、どうせ。いや、わかんないと思うんですけど、なんか、津田リオとかが勝手に出て、なんか、それで坂木原さん怒って、なんであんなこと言ったのって言ったら、いや、なんか、すいません、みたいな感じで言われたらしくて。津田リオが謝ったんだ。らしいです。あ、そうなんだ。じゃあ、坂木原さんは分かってるけど、守りたいって感じだよね。まあ、わかんないですけど、なんかまあ、はい。感じみたいです。じゃあ、その骨折の件のやつは、うん、行ってきます。あ、お返しありがとうございます。はい、すいません。はい。はい。この平本蓮のドーピング疑惑の暴露に対して、格闘技関係者の反応は、ステロイドを格闘技界で流行らしたミノルが一番悪いとして、レギュレーションを当日抜き打ち検査じゃなくて前もって全員ドーピング検査しようよ。後味悪くなりたくないし、選手もファンもそれが一番納得するんやない。一度拳を合わせたからわかるけど、あいつはドーピングやってないと思う。格闘技に対しては真摯で真面目なやつだと思う。あんなに格闘技を好きなやつが格闘技を冒涜するとは思えない。嫌いだけど、あれが本物かわからないから何も言えない。日付もわからないし、音声なんていくらでも作れる。もし仮にステロイドやっていたとしたら、そんなのリングに金属バット持って戦ってたようなもん。罪は重い。許されることではない。やってないと啖呵切った平本蓮と、バカにするなと信じきってたバカチルドレンはどんな反応するんやろ。特に後者。俺は別に薬自体完全になしかと言われたら、間すり抜けて新しい成分もどんどん発見されるわけやから、
ありとまでは言わんけど勝つとまでは思わんな。ば、木村もね。でも朝倉未来さんとの世紀の対戦ではルールだけは守ってほしかったな。この対戦だけはマジで調子のんなよ。ごら、もしこれが真実ならいかに関わった人を大事にしてこなかったかがわかる。ミクルは周りの人が裏切るなんてことは1万パーセントの確率もないだろう。そしてミクルは文句の一つも言わないだろうな。これは人間性の差だ。小便に出ようが出まいが、まずはミクルに謝ってくれ。白黒つけるつけないは本人たちと運営次第なところあるから何とも言えないけど、ただこんなめちゃくちゃになった引退試合は嫌すぎるでしょ。ここまで後味悪い出来事そうそうないよ。全てが胸クソ悪いと真偽が不明ではあるものの、ライジンのドーピング検査のやり方の改善や対戦相手の朝倉未来への謝罪を求める声があるようです。そしてこの平本蓮の暴露に対して世間の反応は、本当なら捨て使用した平本が悪いけど、あえて勝利後に録音して電話してるあたり、流出目的で電話してるとしか思えない。一般人の妬みだね。音声なんて不確かな情報やめろよ。これ聞いても何かの間違いじゃないかなと思ってるわ。世紀の一戦でドーピング検査しないわけないし、引っかかるような薬剤は少なくとも使用しないでしょ。いや、検査はしてないだろう。あれだけ言われて木村が発覚したのだから、刑事告訴されたら逮捕されるレベルの名誉毀損をわざわざするわけねえだろ。現実見ろよ。これが嘘だったら本人が開示請求して訴訟すればいいだけ。こんなフェイクを流すバカいませんよ。現実見ましょう。もし本当なら残念すぎるだろ。何かの間違いじゃないのか。これまでのエピソード見たらにわかに信じがたい。打倒朝倉への執念は並々ならぬものを感じたが、そんなもん使わなくても本番見る限り散々対策して鍛錬したんだから勝てただろうに。ネタだと言ってくれ。これ雷神としては最悪の展開でしょ。朝倉未来が引退して次のスター候補になる平本蓮がドーピングしてたら、一気に二人の格闘家を失うことになる。誰も得してない最悪の展開。まだフェイク動画の可能性も少しはあるけど、ガチならこれはまずいね。仮にフェイクでも配達員との会話まで普通作る。置いといてくださいとか必要のない単語わざわざ追加しないでしょ。なるべくバレないように単語は減らす。電話してる相手は誰？わざわざはめるような聞き方してるな。AI で音声作ったろ。とかではないな。電話の仕方が誘導して喋っちゃってるし、第2第3弾出てきそうだな。他に乳首鑑定士7弾のものです。試合中の平本の乳首に注目していたのですが、特に異常は見られなかったのでステロイドはないと思っていました。ケア剤もちゃんと飲んでいたのですね。やっぱりな。今は悪い連中も周りにたくさんいそうだし、否定はできないとは思ってた。 K1 の頃みたいに純粋な頃なら 120% ないと言えたけどね。仮にドーピングだとしても、あのステップで距離詰められて何発も急所打たれてるし、そもそもドーピングしてるなら最初の一発で失神してると思う。ドーピングするような人がこんな純粋な嬉し泣きできるかな。ドーピングして勝ったら普通こうだもんな。アイルランドまで行って世話になったのに、ドーピングであだを返すような選手じゃないと思う。仮にそれでも陽性が出ることがあれば何も言えないが、あの口が達者な平本がだんまりなのがよりリアルさを感じる。フィジカルトレーナーとかが結果欲しくて義理のもの飲ませるって聞いたことはあるけど、平本蓮も朝倉未来もどっちも嫌いだからどっちの味方とかないんだけど、あんだけイキった態度しておいてドーピングとかクソキモいので、平本蓮はドーピングしてないだろ。平本仮にドーピングしてたとしても榊原なら余裕で隠蔽するでしょう。これさ、なんか話微妙に噛み合ってない気がするし、捏造じゃない？ケツケツ言ってるけど、これ平本蓮が痔の手術の時に話してた音声を捏造しただけじゃない。平本蓮がステロイドしてたとして、万振りの左ステロイドパンチもらって、その後も何発かもらったのにかろうじて立ってた朝倉未来、路上の伝説すぎるやろ。ステロイドやってたらワンパンで気絶してる。どの業界にも言えることだけど、トップ選手のドーピング疑惑なんかが報道されてしまうと、他にもあいつもこいつもって他でも犯人探しが始まるんだよな。さらに流行ってるステロイドクリニックの院長が口が軽いってのがあるから、すごい人数に派生する可能性がある。もう記者連中がクリニック行ってるって話もあるし、あんなところの出入りをアスリートが取られたら、ビタミン点滴しかしてませんなんて言い訳しても通らないと思う。ステロイドクリニックなんかに行くなら個人輸入した方がマシなのに、考えが甘すぎるんだよな。新宿横浜の某クリニックで処方されてた選手はもう先手でごめんなさいしかない気がする。
天才的な打撃スキルにステロイド上乗せしたバケモンと手ぶらで戦った朝倉未来とかいう路上の伝説。ヤーマン関係者やし、あの平本の音声のことも知ってたはずやのに、平本蓮を叩くんじゃなくて信じるムーブかまして好感度かっさらったの。やっぱり立ち回りうまいな。マジで嘘であってほしい。ただでさえ打たれ弱くなってた疑惑のあるミクルの選手寿命を削ったってこと、平本弁明してくれ。信じたくない。朝倉ミクルはやっぱり知ってたんだろう。海がミクルに返事しなかったのは呆れてたんじゃなくて平本に思うことがあったのかと、証拠が革新的ではないこともあり賛否の声があるようです。いかがでしたか。本日は朝倉ミクルに勝利した平本蓮がステロイドを使用していたとされる音声が流出し、ドーピングの疑惑が浮上している件について紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございます。